では今日のメンバー、まずはホームの山口です。ゴールキーパー関、ディフェンスは生駒、菊池、渡辺、橋本の4バックです。中盤の底に佐藤、インサイドハーフが池上と田中、前線は高木、大槻、沼田という3トップになっています。一方の甲府です。ゴールキーパー川田、ディフェンスは菅井、浦上、大和、この3人です。中盤の中央に林田、山田、両ワイドが関口、荒木、前線は鳥海、長谷川、そして最前線に三平と入っています。ここもかなりライン高いですよね、それに対して、はい、取っていく鳥海、さあ通ればチャンスです。鳥海シュート、キーパー正面こぼれて、ここは抑えています。キーパーの関、最後でしたね。最初のところでは、三平選手が大槻選手も、しっかりそこに入ってたんですけれども、体を投げ出してよく、ね、ブロックしましたね。玉際ボールは山口です。池上打っていきました。ここも背後、そうですね、長谷川選手通ってますし、今相手に触った、そして前線で三平運んで、三平シュート打っていきました。鋭いシュートです。ラインを高く保って完全に三平選手をコントロール。池上がキッカーです。ゾーンとマンツーの併用みたいな感じですね。池上デザインしたプレーです。ボレーシュート、デザインしたプレーを使ってきました。フィニッシュは田中、本当難しいボールだったと思うんですけれども、うまく力を抜いて、この逆サイドのところも高木選手引いてますよね、で、ボールサイドに出た時には前に出てきてサイドバックがずれるというようなシーンの仕方ですよね。まさに今そういうシーンでしたね、はい、そうですね、あそこが最初から前に行くと多分簡単にサイドチェンジ入れられてしまうので。大槻から沼田、さあチャンスになる、沼田シュート、ナイスキーパー川田です。でも沼田選手はね、仕掛けからシュートまで、後ろから大和、大和、荒木、長谷川呼んでいる、そこを使う、菊池がつく、長谷川クロスボール、ファー流れる、関口ナイスキーパ ー触っていました、キーパーの関、いいコースいったと思いましたけどね、ここも完全裏を取って、ちょっと真後ろから見ないと分からないですけどね、ちょっと山を張った部分もね。でその内側に宮崎、プレスをかわしながら山田、スペースに送っていく、ティカが走る、追いついて中2人、ティカクロス、ゴールイン入りました。ティカのクロス、ディフェンスに当たってゴールイン、アウェーチーム甲府が先制です。非常に良かったですし、スピードも乗ったままディフェンスとね、キーパーの間に入れようっていうところの、意図がね、うまく噛み合いましたよね。ここは関選手としては、この対応はもう難しかったですよね。でリラがターゲットになってます。ここはリラのファウルです。甲府としてはですね、甲府は久しく2桁得点、複数得点がなくて、さあここは山口がクロス上げる、池上追いつきました、山口、池上ヘッド、試合をリセットしました。クロスに合わせた池上、でもここ橋本選手がオーバーラップすることで沼津選手が中をね、伺う時間もありましたし、非常にいいボールが入りましたよね。スピードもあったので、スピードがあって曲がって落ちたので、ここのセンターバック、近場を使う、キックフェンスがもう一度シュート打っていきました。キーパー正面です。沼田のシュートでした。このヘッドが対応するディフェンス、で拾った神垣、スペースを使った、橋本狙っていった、決まった、スーパーゴール、橋本、土壇場で山口がリードを奪っていきます。
左足振っていきました。橋本健人今シーズン2ゴール目、大きな大きな1点、山口に入りました。まあ、この距離から打つのって多分勇気いると思うんですよ。これでプレーがね終わってしまう可能性もある中で、まあ、サイドに振る選択肢もありながら思い切って打って、まあ、ここで手前でバウンドしたことで伸びましたし、カート選手もちょっと意表を突かれたのかなという感じでしたけど、まあ、本当よく勇気を持って打っていったシュートでしたよね。歓喜に沸いた山口、土壇場で1点を勝ち越して、あ、タイムアップなんですか。そして試合が終わってますね。今リプレイの間に試合終了。まあ、これで勝った山口は3試合ぶり勝利、まあ、そしてこの対戦10試合目で初めてホームチームが勝利したということになります。